改めまして皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、また暖かいというか暑いですね。こちら先ほど新加速では30度ということでですね、まだまだ夏もう日がも過ぎたので、まだまだ夏が終わらないのかなという感じがしながら、こちらの会場に向かってまいりました。実はご承知の方も多いと思うんですけど、昨日はですね、私今日横浜から来たんですけど、昨日関東で非常に大きな地震がありました。横浜も震度5弱ということですね。私ちょうど阪神・淡路の頃に関西にいたもんですから、当時明石に住んでたんですけどね、ついに関東大震災来ちゃったかなっていう気持ちでですね、本当になんか恐怖がよみがえったという、そんなことが昨日ございました。で冒頭少しお断りしておきたいのはですね、関西の方というのは非常にユーモアのセンスが高いので、こういう会社説明会でですね、オチは何だとかって言われるかもしれないですけど、オチはないんです。会社の説明を淡々とせざるを得ないので、もしかしたら退屈な部分があるかもしれませんけど、ぜひしばらくの時間お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。それでは日総グループの事業概要と成長戦略についてお話申し上げたいと思います。まずは日総グループの概要についてご説明申し上げたいと思います。当社はですね、このブルーのところにあります総合人材サービス事業のセグメントとその他事業と書いてあります。こちらは介護の事業、この2つのセグメントによって構成されております。その中でも今日はですね、全体の事業の中心になります売上で 90% を超えている日総興産、製造系の人材サービスを行っている会社を中心にご説明申し上げたいと思います。そして、日総ピュア、こちらはですね、私どもたくさんの方々に働いていただいているので、いわゆる障害者の雇用促進ということも我々の会社の一つの責任ということで行わせていただいております。そして日総ブレインというのは一般派遣といわれるホワイトカラーの派遣を行っております。そしてベクトルシーワーという会社は新しくこの8月31日から私どもの仲間に加わっていただいた半導体の装置、あるいは半導体の関係の測定機器を作っているメーカーの請負あるいは派遣を行っている会社が仲間に加わりました。そしてその他事業日総ニフティというのは横浜を中心に介護施設を6施設、そして在宅介護と、いわきの方で、デイサービスとかそういった事業を行っている会社が日総グループの構成になります。プロフィールを簡単にご説明させていただきたいと思います。プロフィールはの中で、創業理念、人を育て人を生かす、この後私の方で説明させていただきますが、この日総グループというのはとにかく言い尽くされたことは、人を育て人を生かすということを事業で実践をしながら、労働市場とそれから日本の産業界の役に立つそういった仕事をしていこうというのが創業理念、一つの考え方になっております。そして、ミッションについてはですね、働く機会と希望を創出すると書いておりますが、ただ単に働く場所とか機会だけではなくてですね、働く方々にとって将来の夢とか希望とか幸福とかそういったことを感じていただけるような、そんな事業を作っていこうというのが私どものミッションだと考えております。そして、後ほどこれも説明しますが、この3年計画、今月から始まる3年間の中期経営計画の考え方というのは、高い成長力の企業グループに変革していこうじゃないかということで、どう変革するのかというのはこの後ご説明させていただきたいと思います。そして、我々のこの日総興産、日総グループというのは非常に歴史が古い、この業界の中でも一番歴史が古い部類だと思うんですけど、今年の2月で丸々50年を迎えている会社です。でこのことがですね、非常にお客様に恵まれているということとつながっているので、この件についても後ほど説明をさせていただきたいと思います。そしてですね、皆さんもご承知の通り、来年ですね、市場の再編ということですね、プライム市場に上場し直すということを予定しているということをこの場所で申し述べさせていただきたいと思います。次に事業概要、日総興産のこの事業概要なんですが、大きく4つの事業で構成されております。1つは製造派遣事業、いわゆる大手の自動車メーカーや半導体、電子デバイスのメーカーに人を派遣する仕事、そしてこの製造請負事業というのは一つの工程、あるいは場合によって工場を丸ごと操業を引き受けるというそういった仕事になります。その他有料職の紹介ですね、あるいは我々のこの人材サービスの周辺にありますいろいろなコンサルティング事業という事業で構成をされておるということです。こちらが連結の推移になっております。過去毎年増収増益を重ねてきたんですが、昨年度は残念ながらコロナの影響を大変大きく受けまして、売上利益ともに低下しました。そして今年はまた過去最高を更新するという売り上げになっておるんですが、後ほど説明します新しい成長をするためのいろいろな投資をしっかりしていきたいという思いからですね、利益は過去最高というわけではないというのがこちらの推移のグラフになります。次に日総興産についてご説明申し上げたいと思います。日総興産の売り上げについてはこのような形で推移をしているという状態になります。そしてこれが日総興産で実際に働いている人の数がどう変化しているのかというのがこちらのグラフになります。やはり先ほどと同じようにですね、この先々期ですね、2020年3月期が最も先ほどの売り上げも高いですし、働いている人の数も一番多かったという状況がございます。そこから昨年のコロナショックということでですね、自動車を中心に大変仕事が減ったということですね。実際に働いている人の数が1624人1年間で減少しているというところから今年度がスタートしておると。今年度は第1クォーター3ヶ月で売上働いている人の数が710名伸びているという状態になります。ただここで一つ申し上げておきたいのは、実はこの時が最も売上規模といいますかスケールが高かったわけなんですけど、この時の第1クォーターと今年の第1クォーターを比べると実は売上規模あるいは利益ともに日総興産過去最高になっているということがあります。ただ現実的に働いている人の数がどうだったかというとですね、実はこの年の第1クォーターの方が多いんです。人数にしますと400名強、働いた人のパーセンテージでいうと 3% 減なんですが、働いてる一人一人の売上金額が今年の第1クォーターの方が高かったので、結果として過去最高の増収増益の状態になっているというのがこの第1クォーターの結果になっております。そして従来の我々日総興産の基本戦略ですねはこちらに書いてある通りですね、2つのキーワードと書いておりますが、従来はどちらかというと今これからやろうとしていることの手前の我々の大手メーカーを中心にした製造派遣、製造請負を中心に事業を伸ばしていこうということの考え方でした。ですから2つのキーワードと書いておりますが、人事戦略である技能社員、そして顧客戦略であるアカウント企業、この両方を際立たせていくことによって、成長していこうという考え方を持っております。この技能社員というのは基本的にはこの業界で働く通常の契約社員と別ですね、正社員になります。で、正社員の方々にしっかりとトレーニングをして非常に付加価値の高いお客様、これアカウント企業という私どもの勝手な呼び方なんですけど、重点顧客というふうに読んでいただいたらいいんですけど、受注する単価が高い、そして成長性が期待できる、そういったお客様で、取引を拡大しながらいわゆる技能社員の高い技術力とか技能を提供することによって、単価を上げていただきながら本人の処遇を上げていくのとともにお客様の満足度を上げて、視野を拡大していく、こういう考え方で、今まで、成長を遂げてきたわけです。この後少しアカウント企業と技能者についてご説明させていただきたいと思います。こちらがアカウント企業を含めた取引先の概要になります。取引者数は632名というところですね。ほとんどが日本の有数の大手メーカーばかりです。この50年の歴史の中で、日本の産業界の変遷とともにですね、当初は建設機械、産業機械から自動車、そしてその後半導体、液晶、あるいは電子部品というような形で業用を拡大してきたということからですね、この業界の中で最もお客様に恵まれている会社だというのが一つ特色になります。その中でも特に主体になるのは自動車関係と電子デバイスです。大体売上の構成で申し上げますと、自動車が 43% ぐらい、電子部品が 31% ぐらいということで、ね、4分の3はこの2つの業種で構成されているということになります。そして先ほど申し上げたアカウント企業って一体どんな会社なのかというとですね、まず一つは忙しくなる、あるいは成長性がある会社じゃなければ我々としても受注を増やすことができないので、それが大前提の条件になります。そして2つ目の大きなポイントは、そのメーカーの製造の責任者、大体専務とか常務とか、場合によると副社長クラスが担っているケースがありますが、製造部門の担当役員と直接話ができるという関係を持っているということがございます。このことによってその会社が将来外部労働力を、どんな質の外部労働力をどのように使いたいのかということを聞きながら、計画的に取引ができる、拡大できる、そういったお客様をアカウント企業、当社の場合はアカウント企業グループという形でですね、この4つのグループで約50社のメーカーとの取引をしているということになります。この自動車関係でいうと日本の最大手の自動車メーカーのグループ、電子部品はコンデンサーを含めたいわゆる電子部品、受動体ですねの世界最大の会社です。そして3つ目の精密機械というのは複合機を作っている会社です。4つ目の電気の世界的企業という総合電機メーカー、半導体等を作っているメーカー、この4つのグループとの取引が50社でアカウント企業を構成しておると。その売上が全体の構成の中の 47.2% を占めているということがございます。ただ、このアカウント企業が普遍的かというと実はそうではないんですね。というのは今こういうメーカーさんも将来もしかすると海外に出ていく可能性もあるでしょうし、あるいは商品の競争力から増産にならないということになれば、他のアカウント企業を我々としては作っていかなければいけないということでですね、この632社の中に次のアカウント企業の候補になる会社というのを、着々と関係を強化しながら作っているというような状況になります。はい、そして次がもう一つの技能社員というふうに先ほど表現されたものがあると思うんですが、こちらについては実は今年度から、ちょうどこのグラフを見ていただくと分かる通りですね、新しい成長エンジンとしてエンジニアという領域をしっかり力を入れていこうということで、従来の技能社員に加えてエンジニアというこの2つの方々をしっかりとですね育成をして、受注単価を高めながら本人の処遇を上げながら定着をしていくというようなもう一つの成長戦略を技術士を含めてこれ作っているというものになります。でこのエンジニアは861名ということなんですけど、もともとこの技能社員という中の内数の中にいた方々なんですけど、今年度からこのエンジニアを分離をしました。これは一つはもともとエンジニアとして働いてた方、そしてもう一つはこの後説明をしますが、装置技術者ということで、製造設備は必ず製造装置があります。その装置をメンテナンスをしたりする技術者を増やしていこうということで、このように今年度から分離をしております。トータルでは5436名から5856名というような状況で、このように推移をしているという状況になります。そして次にですね、非常に先ほど少し触れましたが、それぞれの方が一体1ヶ月にどれだけの売り上げを上げているのかというものがこちらになります。一つはですね、このように全体一月に1人の人が売り上げる売上高が40万9,000円、そして技能社員というのが46万4,000円、このような状況になっていると。でやはり昨年の1年前と比べるとですね、1年前というのはご承知の通りコロナの影響で非常に稼働率が悪かったということなので、なかなか比較しにくいということですから、やはりその前の年2020年3月期の第1クォーターとやっぱり比較するのがいいんではないかということで比較しますと、全体としての1人当たりの売上高は39万1000から40万9000伸びているということがございます。全体としては伸びてるんですが、その中の技能社員が落ちてるというようにこのグラフから見受けられると思うんですね。でこれ理由は実ははっきりしておりましてですね、いくつかあるんですが、まず1つ目は第1クォーターにこの前のところでも少しそんな話が出てたと思うんですけど、半導体の調達の課題からですね、自動車メーカーを中心とした稼働が少し低い水準がある。例えば6月はある工場では4分の3しか稼働しなかったというような工場があったりということの影響で、この技能社員の方には自動車メーカーで働いている方々が非常に多くいらっしゃるので、その影響が出ているというふうにご覧いただければと思います。そしてそこで働いている方々をどうやって技能とか技術を上げていくのかというのが当社のですね、人材戦略の中の人材育成の考え方です。で2つ実はございます。先ほどの技能社員をどうするのか、トレーニングセンターあるいはテクニカルセンターで技能訓練をして技能を上げていく方々、そして、もう一つはテクニカルセンターを中心にしたエンジニアの育成、この2つの大きく言うとカリキュラムを作って育成をしております。でこのトレーニングセンターというのはこの後少し説明をするわけなんですけど、どちらかというと特定のお客様向けのトレーニングに特化した、それほど規模の大きくない、トレーニングセンターです。でこちらはテクニカルセンターというのは汎用的にですね、当社の柱である、半導体を含めた電子部品と自動車向けの技術者やあるいは技能者を育成するためのセンターになっているという状況になります。でこれ、何をしているのかというと、これはインパクトレンチのトレーニングをする姿なんですね。自動車の工程に配属されるとですね、それこそ一日中インパクトレンチって自動のネジ回しみたいなものなんですけど、それを使ってネジを締める、これを、不良品のないようにきれいに締め込んでいくというトレーニングを行って現場に配属することによって、短期離職者を減らすという効果があります。大体こちらのトレーニングというのは1週間から2週間雇用して、このトレーニングをした後に現場に配属をします。そしてこちらのこのテクニカルセンターのこの姿というのはですね、これ実は現行動いている半導体の製造装置を中古で購入してきて、この装置を実際に活用しながら設備技術者を育成している姿です。こちらのトレーニングは基本の考え方が大体1ヶ月半のトレーニングをして現場に配属をするという考え方になっております。そしてこれが研修施設の全体像になります。これが汎用的なテクニカルセンターということで、こう非常に規模の大きな外観になっていると思うんですね。でこれ見るとなんかどっかで見たことあるなっていう建物だと思うんですけど、これ実は廃校なんですね。宮城県にある廃校をお借りしまして、我々が改修をさせていただいて、この学校を大きなトレーニングセンターテクニカルセンターという形にしております。でこちらも実は県立高校の一部の施設を借りていますし、こちらはもともと工場だったところを改修をしてこのようにさせていただいた。でトレーニングセンターはあるメーカーに特化しているということですから、それほど規模は大きくありません。そしてこのテクノセンター本社併設なんですけど、こちらについては AI とか IT といった座学を中心としたトレーニングを行うための施設になっております。そして、先ほど少し触れましたけども、離職率の問題というのは実は非常に大切なんですね。例えばメーカーに派遣をしてもすぐに人が辞めてしまうと、メーカーの職生の人は仕事を教えて戦力になれば辞められる、これは非常に大きな痛手ですので、できるだけ、短期離職者を減らすということが必要になります。我々としてはこういった方法をいろいろ講じながら離職率の低減に力を注いでおります。これじゃあこの単位って一体何なのかっていうとですね、実は結構これ大きな単位なんですけど、実際に働いてる人が例えば1万人いるとするとですね、1ヶ月で辞める人数なんですね。今説明した割には随分離職者多いじゃないかと思われるかもしれないんですけど、例えば、1万人が働いてるとすると、1ヶ月で、55名辞めますよっていう、550名ですね、ごめんなさい、550名辞めますよっていうことなんです。で、我々としては基本的にこの離職率をどんどん下げていかなければいけないなという状況なんですが、少しびっくりされた方もいらっしゃると思うんですけど、実はこの製造系の人材サービスというのは一般的にこの比率がですね 8% から 10% って言われてます。そのぐらい実は入った方は辞めていく。これはお客さんにも大変大きな迷惑をかけることになりますし、また働いている方もせっかく働こうと思って、使ったエネルギーが無駄になるということから考えると、これどうしても下げていかなければいけないということがございます。ただ第1クォーターだけ見るとですね、当初我々は今年度 4% を超えて下げていこうと思ったものが、第1クォーターはもう非常にうまくいってですね、 3.5% で進んでいるということですし、また技能社員の方々というのは昨年度 2% のアベレージから第1クォーター 1.2%、エンジニアは昨年の 2.7 に対して 1.4 ということで下がってはおりますけど、まだまだこの離職率を下げていくということをこれからさらに進めていかなければいけないと思います。次に採用活動について少しご説明申し上げたいと思います。当社のこれ特色でもあるんですけど、自社サイト工場求人ナビ、先ほどちょっと CM が流れたと思うんですけどね、この自社サイト経由で入られる方が約6割いらっしゃるんです。今大体足元を見るとですね、月に入られる方が750名から800名ぐらい入社されてきます。その方の 60% は自社の工場求人ナビから入職されてくるというのがあります。そしてもう一つ、今後新しい成長エンジンとしてのエンジニアの方々を採用するサイトを8月の26日からスタートしているエンジニアワークスという自社サイトも立ち上げております。そしてこの自社サイトから流入する量を増やして月に1000名の採用を実現しようということのために、先ほど休憩時間少し流れていた黒島結菜さんという方をイメージキャラクターにした CM を10月1日から流しております。自社サイトで採用するというのは通常の媒体のコストがかかりませんので、非常に安いコストで採用できるということがございます。これ工場求人に愛と希望を、工場求人ナビはあなたにぴったりのお仕事を一緒に見つけます。いい顔してるよ工場求人ナビ、日総興産。こういった CM をですね、全国で少しゲリラ的にこの半年間集中的にですね、3億円の予算を組んでプロモーションをしています。でこのことによって今大体取りたいと思っている数の 75% から 80% の間の採用人数を1000名を超えるレベルまで引き上げていこうということに取り組んでおります。そしてこの黒島結菜さん、今あまり多分皆さんご存知ないと思うんですね。うちの息子に聞いたらよく知ってたんですけど、私も正直言うと顔を見たことあるぐらいだなと思ったんですけど、この方実は来年すごく有名になります。なぜならば4月から始まる朝ドラの主役ヒロインになっていきます。ちむどんどんという沖縄から横浜に、商売をしに来るといいます。その主役をこの黒島結菜さんがやるという計画がありますので、ぜひご覧いただければと思います。私どももそうですけど、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。そして中期経営計画について少しご説明申し上げたいと思います。ちょうどこれが今年の一つの売上利益の考え方から3年間でこのように売上を伸ばし利益を伸ばしていこうというのが私どもの新中期経営計画です。まさに利益を倍以上にしていこうということですから、これは簡単なことではないんですけども、これから私が説明させていただくことをきちっとやれば実現ができない数字は全くないというふうに考えております。少し事業関係の認識についてご説明申し上げますとですね、矢野経済研究所というところでこの人材サービスの研究をしてるんですけど、そこの研究の内容からすると19年度に比べて23年度は 7.1% この製造系の派遣とか受けのマーケットシュリンクするよと言われてるんですね。でこれ理由はものづくりがどんどん海外に出るんではなくて、製造業って実はすごく慢性的に人手不足だったんですね。でそのためにいわゆる省人化とか自動化が進むだろうということが実はこのようなこととなっているというのが矢野経済研究所の考え方です。一方エンジニアの領域についてはですね、 AI とか IoT という新しいソフトウェアに近い領域のテクノロジーやますますこれからいろんなそうですね、自動車が自動的に自動運転するとかですね、事故を起こさなくするとかいろんな新しいテクノロジーを開発をしたり、あるいはそういったことの研究者としてのこのエンジニアというのは増えていくだろうというふうに言われております。そして、共通全体としてはですね、これ、雨なのか晴れなのか非常に考えにくいんですけど、コロナというネガティブの要素もありますが、東京証券取引所再編によって伸びる会社と伸びない会社が出てきたりということで、非常に環境の変化が激しいという認識をしているという状況になります。そしてその中で、今やっている製造業の既存領域ですね、ここについては現状1000件ですね、616億円から820億円 33% 増すという状態で非常にものすごく伸びているように見えるんですけど、実は今足元ですね、確かに自動車の生産調整等はありますけれども、実は3ヶ月程度前倒しで働いて人の数を伸ばしているという状態ですから、これはむしろ3年かからない状態で2年目にこの3年目の売り上げをしっかりキャッチアップできるんじゃないかなという見立てを私はしております。そしてさらにこの仕事を効率的に行うために、先ほどのですね、採用のための積極的なプロモーションの投資によって採用を拡大するとかですね、新しいデジタル技術を使いながらミスマッチをしないようにですね、本人の特性と活躍できる現場のマッチングを AI というテクノロジーをうまく使いながら最適化していこうとかですね、そのことによって定着を上げていこう、あるいは業用拡大のために M&A をしていこうと、このような方法を使いながら既存の事業を伸ばしていくという考え方です。そしてここが今までそれほど力を入れてなかったんですけど、今後力を入れる領域のエンジニア領域です。こちらについても非常に3年に一気にジャンプアップしているように見えるんですが、こちらについては今年来年の座標をもっと立てていきながら、スムーズにこのエンジニアの事業を拡大するということに向けていこうという取り組みをしております。もともと我々が得意にしていたこの領域ですね、生産技術であるとかメーカーのこういう設計開発に加えて IT あるいはAI のエンジニアというところですね、昨年の9月に実は AI の会社と資本業務提携をしました。そこと今一緒に組みながらですね、製造メーカーにこれから実装される AI の仕組みと、そこでその AI を活用する人材をセットにしてお客様に売り込んだりという動きを今し始めておるところです。ここの領域については従来のこの領域に加えて新しい教育のコンテンツ、そして新しいパートナー JV も含めた新しいパートナーと一緒にですね、デジタル技術駆使をして、e ラーニングもそうですし VR などを活用しながら新しいカリキュラムに、を開発し人材を育成しながら拡大をしていくというところで、こちらにつきましても後ほどそのグラフが出てきますが、そうですね、半年ぐらい前倒しで、そこで働く方々の確保育成が進んでいるということが言えると思います。そして、もう一つの成長戦略は新しい事業というところですね。先ほど既存事業の中で、実は採用のための工夫、あるいは教育のための工夫、あるいはAI を使ったという言葉があったと思うんですけど、アメリカではすごく普通になってきている HR テク、ヒューマンリソーステクノロジーというふうにアメリカでは言ってるんですけど、新しい技術を使ってより人事管理をうまくやる、あるいはより能力開発をスムーズに行うというようなことをやりながら、この新しい事業を伸ばしていくということと、先ほどのいわゆる働く方々の雇用機会に加えて夢と希望というようなことを申し上げたと思うんですけど、そういったことのためにやっぱり非常に重要なポイントはヘルスケア、健康ということが非常に大事なんですね。ですからまず健康経営ということに取り組みながら、いろいろなパートナーとですね、我々の働いている方々の健康を高めていくということをこれから外販をしていくというような、このヘルスケアサポートのような事業を行っていくというようなことであったり、すでに具体的に動いていますニコンという会社と合弁で作ったシルバーの方々をより活躍してもらうための今、プロトモデルといいます研究開発を行っています。こういった新しい取り組みをいくつも重ねながら、このように売り上げを伸ばしていき利益を上げていくということなんですが、実は新しい事業ってビジネスモデルの取り方によってどうにでも売り上げって実は変わってしまうんですね。ですからむしろこれは一つの目安として売り上げを置いてますけど、一番大切にしているのは18億円の粗利が稼げる新しいビジネスをしっかり立ち上げていこう、そのための取り組みというのがいろんな形ですでにスタートしておるという状況になります。ここはまだ初年度ですね、まだ売り上げが立ったり利益が計上できたりという状態ではないんですけど、先ほど申し上げた通り今年来年の前半しっかり投資をして、3年後この18億円の粗利が稼げる新しい事業を構築していくということになるというふうに考えています。その進捗がこちらの状況ですね。既存事業 23.5、 エンジニアが 30.3 で、新規事業は先ほど申し上げた時に今進捗ゼロです。でこちらがその他事業の介護の領域です。全体としては 23.74 分の1からすると遅れてるじゃないかと思われるかもしれませんけど、在籍数がどんどんと積み上がっていきますので、後半に行けば行くほど売り上げが伸びてくるという仕組みですから、決して遅れている状況ではないというふうにご理解いただければと思います。そして株主還元方針についてはこのようなグラフになります。先ほど私も横で聞いてたらですね、ずっと増配を続けてどこまで増配を続けるのかという会社の説明のとおり大変説明をしづらいところではあるんですけど、私どもの基本的な考え方は基本方針としては配当成功 30% 以上の考え方を持っております。そしてこの流れが従来の流れで、今年も収益に対して数字を丸めてますんで 30.6 になってますけど、18円の配当を計画しておるというところですね。特に今年来年はですね、まずしっかりと投資をして事業を成長させながら、株価を高めていくのと配当成功と両方で、お客様株主の皆様にですね、還元をしてまいりたいという考え方を持っております。そして実は個人の方々にですね、この IR のいろんな説明をするとですね、必ず今まで指摘を受けていた株主優待制度、今までなかったんですね。というのは当社はいろんなものを作ってるんですけど、多分お客様に差し上げて一番喜ばれるのは車だと思うんです。車をさすがにですね優待で差し上げるわけにいかないので、あと部品なんですね、半導体とか自動車部品もらっても喜ばれないので。でこれ優待実はすごく苦労してたんですけど、やはりこれだけお声があるのでこの優待もしっかり、考えていこうということで、いろんな仕組みを外部で、のものを調べて検討しております。来年のスタートにはなんとか間に合うようにですね、この優待制度も導入していきたいというふうに考えております。そしてここからが補足資料になります。この PL とかですね、BSPL については後ほどご覧をいただければと思います。そして一つだけ、あるのがこの業界ならではの言葉っていうのが結構出てくるので、用語解説を2つこのように付させていただいております。ここに先ほど申し上げたアカウント企業とか技能社員とかエンジニアというのが用語の中に書いておりますので、後ほどご覧いただければというふうに考えております。大変、雑白な説明になりましたが、以上をもちまして私の説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご質問いただきましてありがとうございます。基本的にですね、この派遣のモデルというのは、長く働いても職が上がらないというふうなことをよく言われてるんですけど、実はそのために当社はですね、人を育てるということに非常に力を入れてるのは、そこに理由があります。と申しますのは、お客様の社員の方々ってベースアップしていくんですけど、我々の社員の方々は、派遣されている方々はですね、やっぱりスキルが上がっていかないとスキルに応じた単価を頂戴することができないんですね。でなぜアカウント企業とあれほどの比率で取引をしているかというと、そのお客様にとってこういう方々に価値を生み出してくれるということをお客様と交渉して、そこに向けていくための能力開発の仕組みを持っております。ですから実は通常の会社のようにですね、みんなが同じように上がるんではなくて、よりスキルを上げた方々というのは処遇が上がりますし、スキルを上げるスピードが遅い方は処遇の上がるスピードが遅いんですね。で例えば先ほどの技能社員からエンジニアに転軍というんですけど、行った方々というのは給料が大幅に通常のベースアップのレベルではなく上がります。でそのためにはご本人に1ヶ月半のああいった装置エンジニアとしての勉強をしていただいて、その仕事をしていただくようなスキルをつけていただかなければいけないんですけども、そのことによって受注単価時給で、500円とかっていうレベルで単価がありますから、その部分を本人たちの処遇に転嫁させていくので、そういう形で上げていくということなんで、通常のベースアップという考え方と少し違うというふうにご理解していただいた方がよろしいかと思います。ありがとうございました。実は現行でもですね、外国人の方々というのはいわゆる実習生という形で一定期間、本来はこれ出稼ぎに来る意味ではなくてですね、技能とかいろいろなノウハウを勉強するために来るという目的なんですけど、その仕組みを使って来られてる方と、そうではなくて就労ビザでエンジニアが一番多いんですけど、エンジニアとか国際業務で就労ビザを取ってこられているこの2種類の方が対別するといらっしゃいます。で前者はですね、やはりいろんな形で問題になっている、いわゆる本来の目的外で仕事をしているとかっていろいろ問題になってるんですが、実はここに特定技能という新しい制度が今できつつあります。でこの特定技能を取得するということによって、実は就労ビザと同じように長期的に日本で仕事をすることができる方々というのが出てきております。私どもも実はエンジニアはすでに外国の方を一部使っておりますし、この特定技能という形で製造現場に近い方々もこれから積極的に使っていこうというふうに考えております。ただしここで一つ非常に大切にしなきゃいけないのはですね、外国人だから安く使うということの考え方は多分無理だと思うんですね。むしろ例えば、AI とか IT っていうのに向き合える方々ってやっぱり日本ではまだまだ数が少ないので、こういう分野を外国の方々に担っていただくということの場合は、やはりスキルが高ければ日本人外国人に関わらずスキルに応じた単価あるいは処遇にするということが必要でしょうし、そういったことをしっかりやることができればですね、日本の中でもうまく外国の方と日本の方が仕事をするということができるんじゃないかというふうに考えております。ただ現行は残念ながら海外から人が来れる状態に基本的にないので、今いらっしゃる私どもで今育成している方々はもともと日本にいた大学を出た方とか、あるいは日本で就労ビザを持っていて働いている方が当社に来られて、AI とか IT の勉強していただいて、派遣とかの準備をしているというような方々が多いというふうに、考えていただいてよろしいかと思います。ご質問いただきましてありがとうございます。全く私もその通りだと思います。ちなみに私ももう間もなくというもう60歳過ぎておりますので、今年60になりましたから、皆さんより少しだけ後輩なので、そういう意識というのは持ってるつもりなんですけど、我々の介護の事業の考え方を少しご説明しますとですね、6個の施設を持っておりますから、もちろんそこで介護を行う方々の育成とかトレーニングというのは人材会社ですから、通常の介護施設より行っております。しかしながらやはり、この介護で働く方々ってやっぱり処遇が低い、重労働である、時間が不規則であるとか、いろんな問題があるんですね。で、我々は先ほどの働く機会と希望を創出すると言ってますんで、大事なことは、例えば本来うまくですね、空間センサーの技術を使って、寝ているか寝ていないかというようなことが絶えずモニタリングできる仕組みとかですね、あるいはアーマースーツというのも一部あるんですけど、そういったものをこれから積極的に6つの施設で試しながら働いている方々の負荷を下げていこうという動きをとっております。というのはやはり処遇がそんなにどんどん上がる仕事ではないかもしれませんけど、少なくても今より、もっともっと仕事の負荷を下げていかないと、実は介護職員の方がですね、腰痛になったりとか、あるいは腱鞘炎になったりっていうことって結構起こってるんですね。で、こういったことってやはり働く人にとって幸せな環境ではないので、そういったことは一つ取り組んでいこうというのがありますし、もう一つは当社でですね、今現役で営業をやってる最高齢者の方、86歳の方がいらっしゃいます。86歳でですね、本当は週に1日来てくださいという約束なんですけど、毎日会社に来ちゃうんですね。それほど元気で働ける。やっぱり何を言いたいかというとですね、介護をどうするかっていうことも大事なんですけども、やっぱりこれだけ皆さんのような元気なご年配の方々がやっぱりその生きがいを持って、生きていくためにはやっぱりある程度仕事とか経済活動に参加してるっていうことも大事じゃないかなということがありますので、我々の中でやっぱりシルバーの方々がそれぞれの体力とか経験とかに応じた形で、いろんな方法でフルタイムでなくてもいいので働けるような環境というのを作っていこうという、こちらの方がどちらかというと我々としては本命なんじゃないかなというふうに思っております。当然実はですね、既存事業も新しい事業領域も M&A ということも考えてますし、 JV というところでですね、ちょっとインサイダー情報なんで今お話できないんですけど、結構な会社とですね、ジョイントベンチャーを組むというようなことも含まれてます。で、一つ申し上げておきたいのはですね、実は私どもも2018年の3月16日に一部に上場したんですね。3年は過ぎたんです。で、この3年間はですね、上場のためのいろいろな対応に非常に苦慮してですね、上場のメリットっていうことをあまり享受してない会社なんですね。で、ようやく少し落ち着きを持って上場会社として仕事ができる状態になりましたんで、上場すると最大のポイントはですね、今までの未上場とかで情報がたくさん入ってくる、あるいはいろいろな方々とパートナーシップが組みやすくなる、あるいは買収がしやすくなるというものを駆使していくつもりでおります。ただ実は少しびっくりされるかもしれませんけど、この中期経営計画はですね、それほど M&A というのは計算に入れてないです。我々が今までやってきたものを整理をしっかりをしてパートナーと一緒にやることによって十分これはキャッチアップできるなと、そこにプラス M&A の部分をどれだけ乗せていけるかということによって、3年後期待以上に成果を上げていけるんじゃないかなというのが私自身の認識です。実は私もこれでおそらく個人の説明会って30回ぐらいは多分やってると思うんですけど、必ずやはり個人の投資家の中でこの優待の話が出てですね、中には優待がない会社の株は買わないって明確におっしゃる方もいらっしゃるんですね。で、我々先ほどのようなことでですね、今まで優待なかなかうまくできてなかったんですけど、取り組むべく今準備に入りました。で、クオ・カードでもいいんでしょうけど、やっぱり芸がないなということでですね、少し優待のサービスの中身を選んでいただけるような、そういった優待の制度を今策定をしております。これ我々だけではできないので、そういったことをしっかりサポートできる会社というのが世の中にございましてですね、そこの提案を受けながら今年度こういう優待をするんだということをですね、皆様に説明できるようにしてまいる所存でございます。ですから案というふうにご理解いただければと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では時間も参りましたので、こちらをもちまして第2部日総興産の会社説明を終了いたします。清水様、ご説明誠にありがとうございました。皆さんお知らせください。